エドウィン・バレロは、ベネズエラの元プロボクサー。元 WBC 世界ライト級王者。元 WBA 世界スーパーフェザー級王者。世界2階級制覇。生涯プロ戦績27戦前後勝利。世界王者クラスとしては、史上ただ一人のパーフェクトレコード保持者である。またプロデビューからの18戦はすべて初回小勝ち。12歳からボクシングを始める。同時に、この頃からコカインと飲酒をやり始め、道端で仲間とたむろするようになり、学校も中退した。86勝6敗のアマチュア戦績を残す。2001年2月5日、バイク事故を起こす。ヘルメットを装着していなかったバレロは、頭蓋骨を骨折、脳からも出血し、手術を受ける。2002年7月9日に20歳で、プロデビュー。デビュー戦から12戦連続初回小勝利を記録、ゴールデンボーイプロモーションズと契約して、HBO での試合放送も決定し、順風満帆かと思われた矢先の2004年1月に、ニューヨーク州コミッションの MRI 検査で脳出血が発見され、ライセンス停止処分を受ける。この処分により、バレロはアメリカ全土で試合ができなくなった。バレロは、カリフォルニア州の医師からボクシングをするのには問題ないとの診断を受け、その診断結果をニューヨーク州コミッションへ提出したが、コミッションが処分を解除することはなかった。米国のコミッションにてライセンスが停止されたが、米国以外の国では試合ができた。そこに目をつけた日本の帝拳プロモーション、本田昭彦会長の目に留まり、同プロモーションと契約して来日。家族と共に東京で生活を始める。日本ではバレロより先に来日していた同国人のホルヘ・リナレスと共に帝拳ジムでトレーニングを行った。1年半近いブランクを経て2005年5月21日のエルナン・バレンズエラ戦で再起、ブランクを感じさせないファイトで初回小勝ちを飾って、以降はその強さに対戦相手を探すのが困難になるほどだった。バンドヒーローとの試合では、バレロが 1RKO 勝ちを逃せば、対戦相手に100万円を与えるという異例の賞金マッチであったが、公約通りに 1RKO 勝ちを収めた。2006年2月25日、ベネズエラでワイベル・ガルシアを初回 TKO に下し、WBA ラテンアメリカスーパーフェザー級王座獲得。これで、プロデビューから18戦連続初回小勝利となり、歴代2位の記録となった。2006年3月25日、神戸でノンタイトル戦を行い、2回 TKO 勝ち。連続初回小記録こそ途切れたものの、デビューからの連続小勝利は19に伸びる。2006年8月5日、20戦目で世界初挑戦。パナマ市で WBA 世界スーパーフェザー級王者ビセンテ・モスケラに挑む。ダウンを奪われるなどの苦戦を強いられたものの、最後は10回2分00秒 TKO 勝ちを収め、王座奪取に成功。2007年1月3日、有明コロシアムで初防衛戦。同級12位、ミチェル・ロサダと対戦し、初回1分12秒小勝ち。3試合ぶりの初回小勝ちを収めた。2007年5月3日、有明コロシアムで王座2度目の防衛戦を行った。これは指名試合だったが、同級1位のマニー・パッキャオは WBC 王座挑戦を念頭に置きつつ、米国でのビッグマッチを計画中のため、同級2位の本郷信人が繰り上がりで指名挑戦者となった。挑戦者のタフネスの前に苦戦を強いられたが、最後は8回1分54秒不傷 TKO 勝ちを収める。2007年12月15日、メキシコカンクンで3度目の防衛戦。同級13位、再度サバレタに3回1分18秒 TKO 勝ち。当時の戦場であったスーパーフェザー級はマニー・パッキャオだけでなく、ファン・マヌエル・マルケス、マルコ・アントニオ・バレラとスター揃いで、本人も彼らとのビッグマッチを望んでいた。2008年2月中旬に、米国テキサス州コミッションの健康診断をパスして、ライセンスを取得した。2008年6月12日、4度目の防衛戦。日本武道館で同級7位、島田雄大と対戦し、7回1分55秒、TKO 勝ち。この試合が日本でのラストマッチとなった。その後ライト級に転向するため、2008年9月4日付で WBA 王座返上。また、夫人のホームシックから契約期間途中であったが帝拳との契約を解消し、ベネズエラへ帰国した。2009年2月にボブ・アラムが主催するトップランク社と契約し、米国に拠点を移した。2009年4月4日、アメリカテキサス州オースティンでアントニオ・ピタルアと WBC 世界ライト級王座決定戦で対戦。2回49秒 TKO 勝ちを収め、王座獲得。2階級制覇を達成した。2003年以来、約6年ぶりのアメリカでの試合であった。テキサス州コミッションのライセンスを取得した上での試合であったが、まだ他の州では試合を行えない状態であったことから、ボブ・アラムは数戦テキサス州で試合をさせた後、ネバダ州など他の州でもライセンスを取得させたいと話した。2009年9月24日、ベネズエラでバレロが母親と姉妹を殴ったとして、家庭内暴力容疑で逮捕される。バレロは逮捕されたことを否定した。この後アメリカのテキサス州でも飲酒運転で逮捕される。この2つの事件を起こしたことにより、バレロがアメリカ国内でのボクシングライセンス取得がさらに困難になった。2009年11月14日にラスベガスの MGM グランドで行われるマニー・パッキャオ VS ミゲール・コットの前座カードとして、ウンベルト・ソトとの対戦が予定されていたが、米国から対米ビザ発給を拒否され断念した。2009年12月19日、初防衛戦。母国、ベネズエラにて、同級14位、ヘクトール・ベラスケスと対戦し、6回終了 TKO、勝ち。2010年2月6日、敵地メキシコモンテレのモンテレーアリーナで、暫定王者、アントニオ・デマルコとの王座統一戦に臨み、9回終了 TKO、勝ち。2度目の防衛に成功し、これでデビューから27戦連続小勝ちで歴代11位の記録となった。この試合が生涯最後の試合となった。デマルコとの統一戦後、スーパーライト級への転向を希望して、同王座を返上したが、WBC からは2010年2月9日付で、ライト級級用王者として認定された。2010年3月25日、ベネズエラでバレロの妻が肺の破裂と肋骨骨折の重傷を負った状態で病院に担ぎ込まれる。遅れて病院へやってきたバレロは妻へ警官に事情を話すなと命令し、医者と看護師を威圧して脅した。妻への暴行容疑と病院関係者を脅迫した容疑でバレロは逮捕される。しかし妻は階段から落ちて、怪我をしたのだと話し、バレロから暴行を受けたことを否定したバレロの母親も同じ主張をしたことで、暴行容疑に関しての訴えは取り下げられた。3月28日、バレロは薬物中毒とアルコール中毒を治療するため、精神病院で6ヶ月間のリハビリ生活を送ることになる。2010年4月18日、ベネズエラからボボ州バレンシア滞在中のホテルにて、明け方、部屋を出てきたバレロが、ホテルの警備員に妻を殺したと告げる。駆けつけた警官が妻の刺殺体を確認し、バレロを逮捕した。翌4月19日、警察署内の独房で履いていた、スウェットパンツで首を吊って、自殺を図っているバレロを別の囚人が見つける。発見時には、まだかすかに息があったが深夜1時30分頃に、死亡が確認された。コカインとアルコールの中毒であり、精神異常をきたしていたと言われる。28歳没。亡くなった妻の母親は、最近のバレロは何も食べず一睡もせずに毎日、コカイン等の薬物ばかりやっておりますます暴力的になっていると、娘から生前に聞いていたと、娘の葬儀で話した。妻は、バレロに殺される5ヶ月前に左足を拳銃で撃たれて、病院で手当てを受けており、妻は家の外で見覚えのないオートバイに乗った男に撃たれたと証言していたが、これもバレロに撃たれたのではないかと見られている。このように妻がバレロから家庭内暴力を受けていたことを伺わせる事例が表面化しただけでも数度あったことから、行政が介入していれば、妻が殺されることはなかったとベネズエラの女性団体が抗議行動を起こした。ありがとうございます。